ロイラストレーターが図鑑情報でポケモン描いてみた。オンゴーリー、空気中の水分を瞬間的に凍らせる力を持つため、オンゴーリーの周りにはダイヤモンドダストが発生する。うわー、何もヒントがね。鬼ゴーリーの推し漢字一文字、せーのドン。アゴ、アゴか。あのね、思ったことがあるのよね。ダイヤモンドダストが発生すると、ということは体温調節とかいろいろして熱を放射する生き物。控えめに検知ネタつ。ステゴサウルスのポケモンです。わー、あの背中のトゲトゲが氷の結晶になってるんじゃないかと思いまして、ステゴサウルスのあの背中のトゲトゲというのは、あそこにいっぱい血管が通ってて熱を放射するためのなんか板になってたらしいです。こいつを枕にして夏場に寝たいわ。伊藤ライフが考える鬼氷でございます。わー、ダイヤモンドダストを生んでしまいます。そんな水分大好きの鬼氷ちゃんがここにはいます。おいでー鬼氷ー。こい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 、おに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 お